That's me. たどり着きました。ホテルに今着いて、すごいなんか階段を登ったゴージャスなお部屋でした。こんな感じ。天気は、あいにくの、よ、曇りですが、着いた時に雨降ってたけど止んだので、このままちょっと夕方晴れてくれるといいなーって感じです。アンパッキング終わりました。こんな感じで、ちょっとシワになりそうなものをかけて、いつもは全部かけるんですけど、ちょっともうパリ入りして、ミラノからやってきたので、使わないものはもうスーツケースに入れたまま。で、この辺バッグで、T シャツ、帽子、この辺はトレーナー、セーター、デニム、あとここ小物で、こちらは靴です。で、クローゼットはいつもこんな感じでアンパッキングして、で、バスルームはこんな感じでもう全部並べるのが好きです。今日の夜するフェイスマスクと、お風呂のバスソルトと、あとこの辺スキンケアで、で、これ、ネイルの色が可愛いって問い合わせがあったんですけど、これバンコクのコンビニで買いました。この色すごい気に入っていて、しかも乾くのすっごい早いです。もしバンコクに行った際にはおすすめです。で、歯ブラシとリップクリーム。で、電気バリブラシ。これ出張には必ず持っていきます。で、筆タッチはもう一個のコップにこういう感じで立てて入れておきます。準備できました。さっきまでの普段メイクに今日はナーズのベルベットマットペンシルの2496を塗りました。この色もすごい気に入ってて、今日は初日のディナーなので、ちょっとカジュアルめに、こんな感じで、下はパンツで、スニーカーです。今夜もパックしております。今日はミラノからパリまで移動して、飛行機短かったんですけど、今日もパックして、明日はファッションショーとアフターパーティーがあるので、それに備えてしっかり肌保湿します。これから会場のリッツに入ります。ザディグエボルテールの会場のリッツカールトンに来ました。今ちょっとみんなが集まるのを待ってるところです。今回はザディグエボルテールの ZB トライブとして世界各国からのインフルエンサーたちと一緒にショーに参加しました。アジアからは一人だけの参加ということで緊張していましたが、みんなとても素敵な人たちばかりでした。ボルテールのショー行ってきました。昨日の夜だったんですけれども、会場がリッツということで、すごいゴージャスなファッションショーだったんですけど、ショー自体はすごいコンパクトにやっていて、すごい限られた人だけが招待されているショーだったんですけど、今回バックでコラボをしているケイトモスも会場にいまして、初めて本物を見ました。すごい本当に
紙面とかメディアとかで見るあのままの感じで、よく笑う方だなっていう印象があったんですけど、あの皆さんと喋ってるところも見かけて、すごいチャーミングで可愛い喋り方をする人だなと思いました。でもオーラがすごくて、彼女が会場に到着した瞬間もみんなが写真撮りに行って、結構すごい絵だったんですけど、コレクション自体はすっごい可愛かったです。あの最初のジャケット、こう袖がこれぐらいまで長くなってるジャケットがすっごい可愛くて、あのジャケット絶対欲しいっていうのと、あとは白のこうちょっとレースっぽい感じのシリーズ、あのドレスが本当に可愛かったです。で、ちょっとこうニットの鍵編みニットみたいな感じなんだけど、こうちょっとレースっぽい感じのデザインになっているトップスもすごい可愛かったし、あと結構緑のドレスとかもインパクト強かったし、本当に可愛いコレクションでした。私スーツ着るのがすごい好きなんですけど、スーツが結構最初にいっぱい出てきて、で、私も昨日スーツを着て参加させてもらったんですけど、他のあのインフルエンサーの方とかパーティーに参加している方、コレクションに着ている方とかも結構ザ・ディグ・エボルテールのスーツを着ている人が多くて、やっぱセットアップのスーツってすごいコーディネートも簡単だし、気分も上がるし、こうちゃんとフォーマル感も出て、でそれをヒールでこうコーディネートするのか、スニーカーでコーディネートするのかで、こうちょっとスタイルが全然表情が変わって楽しいし、やっぱスーツっていいなって改めて思ったし、あとケイトのコラボバッグもすごい可愛かったです。あの私が持ってたミニのこのシリーズ、他の色とかもあって、あの腹子っぽいやつとか、あと黒もあるのかな、そう黒もあって、であと大きいシリーズもあって、その会場に来てる人結構ケイトのコラボバッグ持ってる人多かったし、あともちろんコレクションでも使ってて、すごいあの使いやすそうなバッグだなと思いました。であれだけ小さかったら結構Wi-Fi とか携帯とかリップとか意外と内容量も入るし、中にジップがついてて、こうちょっと鍵とかそういう小さいものとかもなくならないように、あと外に出ないようになってるから、すごく考えられてて、さすがケイト様が作ったバッグだなという感じでした。でザ・ディグ・エボルテールのこう女性像のこうテーマでもある、自分が心地よくあのセクシーな気持ちになって自信が湧くようなスタイルっていうことをすごく体現しているあのコレクションだったと思います。終始ねそういうメッセージが届いてくるようなスタイリングだったし、もうショーピースももちろんそうだったし、こうランウェイで見る洋服たちって結構奇抜なものが多くて真似ができないって思ってる人も多いかもしれないんですけど、結構リアルクローズに近い感じで、あの今日はちょっとおしゃれしたいなとか自分の気分上げたいなっていう時に着たらすごいぴったりな洋服が多かったです。でその後にあのやっていたパーティーもすごく盛り上がっていて、結構著名人の方がいらしてましたよ。それで私たちはあのエマちゃんとかベビーマリーさんとかユリアちゃんとかも来てて、私たちはもうラッキーブルースミスと写真が撮りたいねってなってあの彼がもうホテルから出て車に乗るちょっと手前のところまで追っかけて、やっと写真を撮ってもらって、こんな素敵な写真が撮れました。すごいいい方で、あのどこから来たのとか名前なんて言うのとかって聞いてくれて、すごい優しくファンサービスしてくれました。アフターパーティーでちょっとケイト様と写真が撮りたかったんですけど、あのもうすごい厳重なセキュリティに SP にみたいな感じで、ちょっと全然一緒に撮るとかは難しかったんですけど、ちょっとあの遠目から見て、あのマリーさんが撮ってくれた写真をシェアしていただいて、インスタグラムのストーリーズにあげたんですけど、本当にあの素敵な方でした。本物が見れて本当に感激。モデル歴14年にして初めてケイト・モスを見ました。もう90年代のモデルの本当にあの世界を一世風靡したナオミ・キャンベルとか、ケイト・モスとかリンダとか、もうその辺のもうスーパーモデルズ、あの自分も雑誌とかで見てたし、やっぱ 90s のスーパーモデルたちってもうレジェンドなので、すごい昔から憧れて見てた人を実際にこの目で見れてすごい嬉しかったです。はい